最山川、ャ野大臣。字は、鶴渚、ナギサ。アルテシ、モロコ愛基人。文化伝大学士、主席軍機大臣となり、戸辺を管理した。モンゴル語と満州語、漢語を対応させた、毛文フミ書、モ文フミーキラギの二つの辞典を編纂した。また西北の少数民族を統治するための、行政法規である、近邸離反因則例の編纂にも参与した。 晩年には二度にわたって、太平天国の乱を鎮圧するために、金佐大臣として、湖南省に派遣されたが、平定に失敗して免職された。後に、功績で罪を償った者とみなされ、副都党に昇進した。最善賀のこの春季の娘は、道智帝の皇后となり、また最善賀の娘の一人は、道智帝の日となった。ありがとうございます。